僕はこのなぜか子供の時からこの妖怪にひどく興味を持つもんでしたけども、それは多分私の人生がひどい妖怪好きであったのか、あるいはひょっとしたらまあ妖怪だったのかもしれませんけども、それから私はずっとこの半信半疑のまま妖怪をこの子供が昆虫採集するようにこの集めてたわけです。それでこれを62年以上も続けてきたわけですけども、この作業を通じてですね、人生にこの目には見えんけどもいる、それを集めることがそんなに楽しいってことは分かりませんでした。ほんで世界にはこの目に見えないもの、つまり妖怪のようなものがですねたくさんあるということは分かったわけですけど、それを映像にして見せることでですね、皆さんにいろんなことを感じてもらい、なんだこんなものがいるのかといった具合に世の中が楽しくなればですね、これほど喜ばしいことはありません。あの世のことでも何でも明るい気持ちで語れるような時代が来れば面白いと思います。